おはようございます。今日はですね、ファッションセンター島村、なんか島村で嘘みたいな本当の話なんですけど、あの NBA と島村さんが、島村さんってなんか先輩みたいじゃん、 NBA とファッションセンターの島村コラボしたんですよ。信じられる？これでもオンライン限定なのかな、多分店舗では取り扱ってないと思うんだけど、あの多分もうしかも買えないのかな、ま、じゃあなんでそんなの紹介するんだって話なんだけど、ちょっと買ったんで見てみたいと思います。まあ、服じゃないんだけど、まずこれクッションですね。クッションだよね。お値段1290円、すごくない？しかもこれさ、意外と、ちょっと待って、これシュート打てるんだけど、このクッションで弾力性がすごいんだけど、予想以上に、うわ、これ、うわ、これすごい、なんか、なんて言えばいいのこれ、中に何入ってんだこれ。これリアルシュート打てるわ。ドリブルは、ドリブルはできない、ドリブルできないけど、これマジでシュート打てるんだ。これ島村ですよ、これ。いろんな種類あったんだよね、各チームも。全チームじゃない、30チームじゃないけど、まあレイカーズとかボストンとか有名どころのチームの。あともう一個買った、ワシントンウィズーズ、これも1290円ですね。これシュート打てるぞ、意外となんかずっしりしっかりしてる。このこの伝わる、これほらほら、いくよいくよ、はあ、いや、いいクッションだこれ。ちょっと俺ゲームするときとかこうやってやりたいんだよね。これこうやって肘掛け的な、こうやって今度から喋ろうと。あと、あとこれはね、枕カバー、ボストンセルティックス、すごいよ、枕カバーって書いてあるよ、すごくない？ファッションセンター島村490円、それに枕カバーなんですけど、店頭で売ればいいのにね、多分売ってない、売らないんだよね、あのオンライン限定でもうしかも終わっちゃってるからさ。あ、これ枕カバーすごいね、枕カバーですよ。とシカゴブルズ、全チームあればな、もっといろいろ買ったんだけど、ちょっとね、チーム数はまあ少なかったね、さすがに。シカゴブルーズ、すごい、これなんか枕カバーこんな大きいっけ、使わないんだけどこれ、なんかどうしよう。いや、試しにちょっとどんな感じなんだろうと思って買っただけであって、なんで NBA と島村なんだ最近。 GU とあのね、レブロンのやつも最近紹介したけど、あれはまあ店頭で買えるのかな。これは多分もうちょっと調べていいかな、あれ携帯どこだ、あ、携帯撮ってんだこれこの枕カバーは使わないんだけど、このクッションはいいね、結構。島村 NBA 店頭ではね、販売してないのかなこれ。販売期間がこの予約してる時に紹介してるよな、これもうとっくに終わってるわ。メルカリとかで高く売れてんのかな、売らないけど調べてみよう。メルカリ NBA、 あーボールクッションとか売ってんだ。おい、3900円ってどういうことだよこれ。1200円だぞこれ、税込み1400ちょいか。まあでも意外とそんなないかな、もっと出品されてんのかなって思ったんだけど、こんなもんなの。ってことで、まあもう買え手に入んないんですけど、買えないんですけど、島村のボールクッション、俺とりあえず2個買ったけど、なんとなく、まあ、これは別に部屋で使える。ボールだらけになっちゃってるよな。でもすごい、思った以上に弾力性がある。はい、こんな感じです。皆さんも買えないんだけども最近の NBA ももう日本で結構さ、認知されてきて、すごい、まあ八村くんとかのおかげもあるし、すごいもう人気が出てきてるじゃん今 NBA。 昔だったらさ、結構考えられないことじゃん、あの島村と NBA コラボとか。まあ GU もそうだし、こまめにチェックできればいいけどね。まあなかなか見逃しちゃったらどうすることもできないんだけど、こんな感じです。はい、なんかそろそろだからまた違う企業がコラボがなんかありそうな気がするけどね。